ロベルト・シュトルツはオーストリアの作曲家、指揮者。晩年にはウィンラワルツの伝統を保持する最後の指揮者と呼ばれた、シュトルツ・プラーター公演にある記念碑。歌曲、プラーター公演は花盛りの一節が示されているウィーン中央墓地にある墓オーストリアのグラーツ出身。ウィーン国立音楽アカデミー卒業後、ベルリンでフンパーディンクに指示。 ウィーン・オペレッタ最末期の作曲家の一人として、春のパレードなどの作品を発表し人気を得た。ナチス・ドイツ時代はアメリカに亡命し、モナリザの失踪などの映画音楽を手掛けた。作品番号が2000に達するという稀に見る多作家であり、20世紀のヨハン・シュトラウスと称えられた。彼の作品の中には、バルツ、ウィーンのカフェや歌曲、プラーター公演は、 花盛りのようによく知られた作品もあるが、全体的にさほど上演機会は多くなく、今日では作曲家としてよりも残された、膨大な録音から、主に指揮者として知られる。ことにウィンナ・ワルツやオペレッタに関しては、同時代のビリー・ボスコフスキーや、アントン・パウリクと並ぶエキスパートとして君臨。やや大味ながら、情緒豊かにたっぷりと歌い上げる指揮ぶりは、ボスコフスキーや、 クレメンス・クラウスの抑制的にまとめるスタイルとは一線を隠し古き良き19世紀の姿を伝えるものとしてファンも多い。録音のうち最も知られるのは1960年代に独オイロディスク社に残したオペレッタとウィンラワルズで後者は日本では年代順に LP16 枚組に集大成されたセットとしてまとめられ、後に CD 版も発売された。他には 独 EMI や独、バス笛の録音が多く国内販売されている。録音のほとんどを西ベルリンのシンフォニカーと共に行い、聖居も録音のため滞在中の同地であった。オペレッタ録音でも同団やベルリンドイツオペラ管弦楽団を起用したものがある。これも他のウィンナーワルツ指揮者の多くがウィーンのオーケストラにこだわったのに対し異である。現在は ウィーン中央墓地にその墓がある。ありがとうございます。